コーデックス・アラビクス、アラビア語訳聖書は、キリスト教聖書のアラビア語への翻訳である。日常的に、アラビア語を使っている国や地域で使われてきた。なお、アラビア語訳聖書において、神は、アラーフである。10世紀にサーディアガオンは、長い仲介を施したタナハのアラビア語翻訳タフサーを、ヘブライ文字で執筆した。多くの仲介は失われたが、 訳分はそのまま残った。そして、イエメンユダヤ教の典礼にも用いられた。そこのシナゴーグでは、トーラは、ヘブライ語で朗読された後に二度翻訳されて、読まれるのである。最初が、アラム語のタルグームであり、次がサーディアのタフサーであった。1671年、カトリック教会は、聖書全館の出版を行った。この翻訳は、ダマスカス大司教、EN、 セルジアス・リ氏が監修し、EN ・フランシス・ブリティアスが翻訳を手伝った。最もポピュラーな翻訳はバンダイク版であり、シリア宣教会とアメリカ聖書協会が財政支援した。これはエリ・スミスの着想による翻訳事業であり、1847年にベルートを中心にして開始された。エリ・スミスの死後、 オルネリウス・ファン・アレン・ファンダイクの監修で完成した。EN、ナシフ・フアル・ヤジュジンや EN、ブトロス・アル・ベストニーなどが関わっている。こうして、新約聖書は1860年3月9日に完成を迎え、1865年3月10日、金曜日に棚すなわち、旧約聖書もこれに続いた。この年からおよそ1000万部にも及ぶ聖書が配られ、 コピト教会及びプロテスタントで使われていった。この翻訳は、禁定訳聖書と同じくテクストスレセプトゥスを主な手本とし、翻訳の文体的なスタイルも、ジェームズ・オーバン聖書に習った。1973年、国際リビングバイブルは、新しい翻訳に着手する。この計画は、ザ・アラビック・ライフ・アプリケーション・バイブルと名付けられた。 ンジが1982年に出て、聖書全体は1988年に完成した。1992年になるとできる限りのわかりやすさを目論んだ動的等過翻訳であるアラビア語現代訳が聖書協会から出版された。これは英語の EN Good News Translation に相当しているわけである。主なアラビア語訳聖書の本文比較は上記を見よ。 ありがとうございます。